皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は質問いただきました。早い6連符のやり方を知りたいですということなんですが、早い6連符を叩くためのステップをここでは紹介させていただきたいと思います。で、まずまあ6連符ということなんで、1拍で6発の音をまずはしっかりと鳴らせるようにしてみてください。まあこれはもうゆっくりからでいいと思うんで、タカ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 、マクドナルドマクドナルド、清水寺清水寺みたいな、まあ1拍に対して6発の音を鳴らす。まあちょっとやってみるでしょう。一番最初にアクセントバージョンとタカ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 とマクドナルドマクドナルドみたいな感じで、1発目と3発目にアクセントバージョンと、まあ、2通りいけるといいと思いますかね。清水寺清水寺の方をやってみると、さらにマクドナルドマクドナルド、まあ、3-3でロックをやってる感じですかね。まずはこの2種類の6連符を掴んでみてください。そしてスピードを上げるための感覚としては、体の動きが非常にこう重要になってきます。片手だけの動作でいくと、ダウンアップアップみたいな感じで、この1回の動作でパッツッツパッツッツのこの3つの音を片手で鳴らすみたいな、こうで、この時に手先だけで1-2-3、2-2-3ってこう細かい動きをやるんじゃなくて、全体体全体でこの3つの音をしっかりと鳴らすっていうことが大事になってきます。こういう感じですね。こう早く叩くためには、このね、回転する動作っていうのを使わないと、6連符はなかなかね、こうスピードが上げにくかったりすると思うんで、この動作をまずはね、掴んでみるといいかなと思いますかね。で、コツとしては、まず一番最初のこの一発目構えた時が5時の位置ですかね。時計で言うと5時、5時の位置で、で、2発目が4時で、3発目が3時、これを5時、4時、3時、5時、4時、3時を一息で叩く。で、この時にスティックを握りっぱなしになると、なんか極端にね、こう肩が開いたりとかね、肩に力が入るんで、こうの目安としては、まあ、中心にこうスティックを置いた状態 でそのままね、こう3時の位置に移動さす感じですかね。で、スティックの持ち手もだいぶ変わるんですよ。これ、ね、一番最初5時の時はこういうフォームですよね。こういうフォームなんですけど、3時になるとなんかこんな持ち手になりますかね。こういう持ち手、こっからこう徐々にこういう持ち手に変わっていく感じですよね。こう極力スティックを握り込まずに、この5時、4時、3時、5時、4時、3時の回転さすようにね、こう叩くということをやってます。慣れたら徐々にスピードを上げていくっていう感じなんですけど、大事なのはそのこっちの方から先に動いてる感じなんですよ。こういう感じで、手先は後から動きがこうついていってる感じですね。エネルギーがこっちから徐々に伝わっていくようなこうイメージでこう叩くという感じですかね。こうそしてこの間に左手を加えるという感じですね。左手でもできるようにしてください。左手は7時、8時、9時、これね、もうゆっくりからやってみてくださいね。こうで、慣れたら逆の手、右手を加える。大事なのがこう姿勢ですよね。なんかセットから離れた状態で、なんかこういう状態でなんかスピードを上げようと思っても、まあ、慣れてたら早く叩けるんですけど、なんか勢いで叩くっていう意味に関しては、なんかね、ちょっとこう前傾姿勢の方がこう分
6連符は叩けれるようになってくるのかな。なんかここの状態でこう叩くのもまあね、こうフレーズによってはありだと思うんですけど、なんかこう勢いよく行きたい時、まあ早い6連符をやる時って激しい曲が多かったりすると思うんで、その時になんか勢いよく行けれたらいいと思うんで、なんかこう勢いよくこう前傾姿勢でこう。早い3連符をやるときも実はこの動きっていうのをこう交互に繰り返してるような感じになるんですね。ちょっとやってみると、このマクドナルドってやるときも、こう右手と左手がお互いにこうこういう感じの動きを分解するとこういう感じですね。このマクドナルド、まあ、清水寺、まあ、どちらをやるときも、とにかくこう片手のダウンアップアップ、この動作が非常に早い6連符には欠かせないので、このこの片手でまずは掴んでもらって、で慣れてきたらもう片方を加えてこう、でさらに慣れたらマクドナルドでアクセントをつけた状態で、早い6連符試してもらうといいのかなと思いますかね。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。